はい、皆さんこんにちは、プラちゃんファミリーです。本日はランドクルーザー70のディーゼルエンジンですね。こちらのエンジン何種類かありますので、そちらの紹介をしたいと思います。ランドクルーザー70をね、検討されている方の中でも、まあ、何を重視するかっていうのは、まあ、個人で変わってくると思います。例えば街乗りを重視したいですとか、オフロード性能が欲しい、あるいは耐久性が欲しいな、まあ、その重視する点でね、ある程度エンジンの選択も決まってくるかなと思いますので、参考になれば幸いです。ランドクルーザー70はね、1984年から2004年の販売でしたけれども、まあ、その間ね、大きく分けて3つの時期に分けることができます。まあ、それもね、エンジンに深く関わってくるので見ていきたいと思います。はい、まずはね、前期の1984年から1990年、こちらはランクル40から直接引き継ぎました B 型のディーゼルエンジン、直列4気筒 3.4 リッターの 3B エンジンというものが搭載されました。まあ、この前期っていうのは、セミロングボディがまだ70にはなかったので、まあ、小さめのボディですよね。ショートとミドルのみということで、このボディにその 3.4 リッターのディーゼルが組み合わさったという形になります。まあ、トランスミッションも、まあ、ヘビー系のね、H55F というトランスミッションが乗って、まあ、それと組み合わせて、まあ、普通に走る分にはスピードは出ないですけどね、まあ、十分かなと思います。そして1985年なんですけれども、このエンジンにターボを組み合わせたモデルが販売されます。 13BT 型エンジン、こちらが 3.4 リッター直列4気筒でディーゼルエンジンのターボということになりますね。これも同様に1990年まで販売されました。国内で販売されたディーゼルエンジン70に搭載されたものの中では唯一のターボモデルかなという感じです。まあ、決して速いというターボではないので、その点は期待して買わない方がいいかなと思います。まあ、乗り味なんですけれども、まあ、トルクフルです。非常にトルクは熱いんですが、加速はしませんという感じ。小型トラックって言ったらいいかな、そんな風なイメージをしてもらえればいいかなと思います。はい、例外としてですね、同時期に 2.4 リッターのディーゼルエンジン、こちらが搭載されたランドクルーザー70もあります。こちらはランドクルーザーワゴンと呼ばれておりますね。まあ、これはプラドのご先祖様、こちらは70とは別のね、道をたどっていきますので、まあ、これの話はね、今後プラドの動画作る機会あればそちらで紹介したいと思います。はい、そして中期に入ります。1990年から、ランドクルーザー70にセミロングボディが追加されました。で、同時にエンジンも変更となります。B 型のエンジンは廃止となりまして、3.5 リッターのディーゼルエンジンと 4.2 リッターのディーゼルエンジン、この2つがランクル70に搭載されます。まずは 3.5 リッターの PZ エンジン、こちらは1990年デビューしまして1994年までです。なので、ランドクルーザー70で PZ エンジン 3.5 リッターディーゼルは割と玉数が少なくて貴重なモデルとなっています。対しまして 4.2 リッターの HZ エンジンは、1990年から2004年まで販売されていました。まあ、その後もね、海外では HZ エンジンは販売され続けていました。この2つのエンジンね、PZ エンジンという小さい方は4.2 リッターの HZ エンジンから1気筒を少なくした、まあ、モジュラーエンジンと呼ばれる、構造は一緒だけど1気筒少ないよっていうエンジンになってます。まあ、排ガス規制の関係でね、 PZ エンジンだけは、1994年で販売は終了になって、以降すべてね、 HZ エンジンになっていくというような形になっています。まあ、乗り比べますと5気筒なので PZ エンジンよく回転が上がっていきます。まあ、トランスミッションの関係もありますけれども、まあ、対して HZ エンジンは、ゆったり力強く走るエンジンで、耐久性がもうこれはず抜けてます。平気で50万キロは超えてくると思ってもらって結構です。非常に頑丈なエンジン。1999年にマイナーチェンジが行われて、エンジンはそのまま HZ エンジンが継続で使用され、そして2004年ね、排ガス規制を前に販売は終了となりました。そしてもう一つ、ランクル70に載せられたエンジンありますね。4リッターのガソリンエンジンですね。2014年に1年間販売された再販のモデル。まあ、例外的に
消防車ですとか外国に輸出された車の中にガソリンエンジンを乗せているものはありますが、今回は割愛しておきましょう。はい、さて以上まとめます。表にまとめましょうかね。ディーゼルエンジン4種類、そしてガソリンエンジンが1種類になります。ただね、1999年にマイナーチェンジされて、ランクル70が中期から後期になった際、若干排ガスの関係でエンジンを触ってます。まあ同じ HZ エンジンですので大きくは変わらないんですけれども、まあ馬力とかね、トルクの値とかは少し変わってきます。まあじゃあどのエンジン選んだらいいのかっていう話なんですけれども、もうまずヘビーにオフロードを走りたいとか耐久性を求めたいっていう方はもう HZ エンジンを買っておけばもう間違いはないかなと思います。で特に、オフロード耐久性特に重視される方は、中期ですね、1990年から1999年の HZ エンジンの購入をお勧めします。対して街乗りの方を重視したいという方は、一番お勧めしたいのは1999年以降の HZ エンジンですね。いわゆるランクル70の後期にあたるモデル、まあ、こちらはねサスペンションの関係で乗り心地も改善してますので、一番ランクル70ディーゼルの中では快適に走れるかなと思います。まあ、ついで街乗りなら 3.5 リッターの PZ エンジン、こちらの方がまあ吹き上がりよくなんで回転もよく伸びるので街中で使う方がいいかなっていう方は、まあ、こちらを選ぶのもいいのかなと思います。さて比較としてね、今この表の中で再販70のエンジンも載せてますけれども、まあ見てもらえば分かる通り馬力、トルク、まあ、ちょっと頭抜けてる感じがありますね。いやーさすが最新のエンジンというふうにも見れるんですが、まあちょっと待ってくださいね。はい、ランドクルーザーオフロードを走る車ですので、単純にね、数値だけ最大馬力とか最大トルクとかだけを見るんじゃなくて、せっかくランドクルーザーが好きな方いたらね、もう少し見方を変えてみてほしいかなと思います。はい、オフロードっていうのはね、常にアクセル全開で高回転で回して走るようなところではないんです。何に注目すべきかっていうところは、最大トルクの発生回転数、こちらを見ていただきたいですね。ぜひ最大トルクの発生回転数が低ければ低いほどエンジンを回さなくても力強く走れる、うん、つまりゆっくり走りながらもその走る力そのものは最高の力が出てるよっていうことなんですね。まあ、これがオフロード向きだよっていうことになるんです。で表を見て分かってもらう通り、ガソリンエンジンなんですけれども、燃焼の性質からね、どうしてもディーゼルよりは高い回転数の域で馬力やトルクが出てくるので、どちらかというとディーゼルの方が、オフロードに向いている、そういう風な傾向になってきます。表を見てみましょうかね。はい、ガソリンエンジンのトルクは360Nm、その発生回転数が3800回転です。他と比べても圧倒的に高いんですね。なので一番トルクの力強いところが欲しいとなると、ガソリンエンジンは結構吹かさなきゃいけないよ。なのでゆっくりと走りながらトルクが欲しいっていう時にはガソリンよりもディーゼルなんです。そういうところが、ランドクルーザーはディーゼルエンジンでしょっていう人が少なからずいる理由の一つ。まあ、そしてね、ガソリンエンジンっていうのは低回転域のトルクが低いので、どうしても大きい車になればなるほどディーゼルエンジンの方が相性が良くなるということにはなってきますね。まあ、なのでね、ランドクルーザーっていう車を見るときはトルクの発生回転数っていうところもね、目を通していただけるといいかなと思います。まあ、逆に言えばね、ガソリンエンジンはもう単純なスペックも高くて高回転までディーゼルよりも容易に回ってきます。なので高速においては非常に快適ですし、もうそっちをぜひっていう人は、ガソリンエンジン悪くない選択かなと思います。ああ、そして忘れてましたね、B 型エンジンなんですけれども、これはHZ エンジンをより遅くまったりゆったり走りましょうというエンジンですかね。まあ、ただね、楽しさを求めるのであればすごくいい選択かと思います。はい、簡単ではありますがね、エンジンの比較させていただきました。まあ、どれもこれもね、もう年式が古いので当然走行距離もいってるとは思いますけれども、まあ、買う時にね、20万キロ超えてんのばっかじゃんって思うと思いますが、
20万キロぐらいなら新車だと思ってもいいは言い過ぎですけれども、それぐらいの感覚で買ってもらっても大丈夫かなと思います。はい、10万キロ20万キロで下手った HZ エンジンなんて聞いたことないですからね。まあ周りもね、だいたい50万キロ、1人56万キロで壊れちゃった人はいたかなと思いますけれども、下手なね車買うぐらいならもういっそのことこの車買って長く乗ればいいんじゃないかなとも私は思ってます。購入される方のライフスタイルとかね、まあ使用用途に応じてエンジン選ばれたらいいかなと思います。はい、以上ランクル7のエンジンご購入の参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。